ここに見えるのは焼き豚の切り落とし。これはしかも吊るしである。この焼き豚、おつまみ、そしておかずになる。食べていこうじゃないか。すごいごまが振ってある。これはお酒と合うな。ラーメンに入れてもいいかな。粉と豚肉、大豆、乳成分、リンゴ、魚介、ごま、小麦、サバ。意外とこう見るとアレルギー入ってんな。アレルギー持ってる人はなかなかこうやって見ないと分かんないもんな。これは213円ですわ。カロリーとしては 100g 当たり 147kcal、 炭水化物は 10g である。ただ何 g 入ってるかという表示がない。味は濃い、まあ、濃いめで、これは本当にチャーシューと言っていいんだろうか。なんかハムに見えるんだ。外側だけ炙ったのかな。中はハムに近い。でも周りは焼き豚。まあ吊るしだからこんなもんか。ごちそうさまでした。